川ダムの次の日は市川ダムへやってきました。6時過ぎに出船しました。市川ダムはローカルルールで午前7時まではエンジンの使用が禁止なので、まずはエレキでそれの川筋を探っていってみたいと思います。それではナイスフィッシュ目指して頑張ります。はい、なん釣れた。はい、1匹目最初や、久しぶりに釣った。はい、添野川筋上流で岸際をビローラスリムのダウンショットで探ってると、可愛いバスが釣れました。サンキュー、ありがとう。出たピクセン。うあれやばいよ、あれこれもでかそうやな。よしよし、慎重に行こうか。ピクセンすごいね。めっちゃ引くやん。なんだなんだ。おお。よいしょ。うお、怖い。怖い怖い。でかいか。おお、いいサイズ。頼む頼む。よし、あ、変なとこで買ってんか。よし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 。うい、うわ、めっちゃ引くね。私違うのバスも。オッケー、はい、ナイス。そんなでかくなかった。めちゃくちゃ引くやんけど。よっしゃー、ド派手に出ました。ピクセン、よいしょ。全然36やね。岸際を小型羽物ルアーのピクセンで探っていると、バシャッと激しくバイトしてくれました。サンキュー、ありがとう。
いい魚。レデルブチュニア。すげえな、やっぱ表層効くね。オッケー、ナイス、楽しい。よし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 、ナイス。よう引く。よっしゃ。よっしゃ。お、後ろのでか。お、なんじゃい。お、いっぱい来た。でか。はい、何本目だ。添野川筋のボート屋さんの桟橋の対岸でレデルブジュニアを岸際で巻いてたらバシャッと表層バイトしてくれました。サンキュー、ありがとう。お、やば、すげえ表層バイト。あー、バレた。マジか。近所に何ありやな。よっしゃ、よっしゃ、今度はかかった。ナイス。めちゃめちゃ効くやん、レゼロブジュニア。よいしょ。ジュニアを表層で巻いてくるとバシャッとナイスバイトしてくれました。サンキュー、ありがとう。食った、ナイス。ちょっとマシか。ド派手に出たよ。よっしゃ、またしてもレゼロブジュニア。おお、怖い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 。おー、マシマシ。うい、やばいやん、めちゃくちゃ出るやん。よっしゃ、よいしょよいしょよいしょ。ほい、はい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 、よいしょ。危なっ。うわ、あ、変なコースって。危ない。はい、またしてもレベルジュニア水面炸裂連発です。サンキュー、ありがとう。綺麗なパス。
た出た、やばいやんマジで。おレゼルブジュニア表層系がすごいな。お、ナイスナイス。よいしょ。よいしょ、ナイス、はい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 、はい、はい、いてててててて、痛い痛い痛い、歯がすごい。よいしょ、ナイス。またしてもレゼルブジュニア連発。いい魚、表層バイトが連続で楽しすぎます。サンキュー、ありがとう。ビート跳ねた、うん、うお、めっちゃついてきた。バイト、マジか、惜しい。ラチェット絶対食うやん、これ バスじゃないな。うわ、後ろいっぱいおるやん。バス濁い、濁いさんですやん。はい、うわでっか。バス食ってたらよかったのに。よいしょ、はい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 、よい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 、くそ、なんな、よいしょ、残念。何語彙でした。ありがとう。
ああバレたー、惜しい。ジャパシャット七川ダム長考終了しました。小雨が降ったりやんだりの一日で、朝一に添野川筋上流でビローラスリムのダウンショットリグで探っていると可愛いバスが釣れました。その後小型羽物ルアーのピクセンに激しい表層バイトでナイスバスが釣れて、小さなベイトフィッシュが溜まっていたので手返しよく探るためにレゼルブジュニアに交換して、左側筋下流の岸際を探っているとかなりのバイトがあり連発で釣れました。サイズを問わずかなりのチェイスがあったので、なんとか釣りたいと思って午後からはラチェットを投げ続けていると、ダムサイト近くの岩盤で何度かバイトはありましたが、残念ながらキャッチすることはできませんでした。夜からの大雨予報のために15時から事前放流を行って水位を減らすということだったので、今回は15時の早上がりとなり、ビッグサイズこそ釣ることはできませんでしたが、数多くの表層バイトを見ることができてとても楽しい一日でした。それではまた次回頑張りたいと思います。ありがとうございました。